モノノフ選挙候補者、アイラブ・ノムナガの党、森蘭丸、世界一ノムナガ様への純愛が強い美少年。それでは、森蘭丸の政見放送です。皆さん、はじめまして。織田信長に仕えるモノノフ、森蘭丸と申します。よろしくお願いいたします。 なぜ私がもの不選挙に立候補したかと申しますと、信長様の地位を上げ、この日の本を貢献していきたいからです。あ、すいません。こちら失礼いたします。信長様は天下もの不選挙に立候補しておられまして、乱は信長様のために全力で奔走し、彼の右腕になりたいことももう一つの理由でございます。また、 老脈にゃんにょ、貧富の格差をなくし、皆が平等に生きる社会を、蘭は強く望んでおります。安土城の再開発、城下町をさらに発展していき、神の笑顔で町を彩りたい。蘭は強く望んでおります。<laughs> 信長様、爪落としましたよ。 欄が回収いたします。失礼いたしますあ。ありがとうございます。すいません。申し訳ございませんが、少しお時間を使わせていただきます。失礼いたします。大変お待たせいたしました。話の続きをいたしましょう。こちら、失礼いたします。 この府選挙では光秀様や勝家様が立候補しておられましてお二方が当選されたらどんな災難にあってもあうんの呼吸で実力を発揮させます信長様は戦国大名の三英傑として世に轟いておりますこの轟きを月夜に舞う桜のごとく蘭が華やかにしてみせます 信長様に10票、ランに清き1票、お願いいたします。光秀様、顔が険しいですよ。緊張しておられますかランも同感です。深呼吸して、和らいでいきましょう。 ラン、修羅に入ります。以上、森乱丸の政見放送でした。これはあくまでフィクションですので、誤解された方々、本当に申し訳ございませんでした。